ついにこの時が来てしまいましたね。時間停止の魔法の影響下にいた時は永遠に続くとも思っていましたが、それはただの願望。時が進めば別れは訪れるものです。裏世界のような別れ方ではない分、私は恵まれていますね。転校生さん、ご存知でしょうが、生徒会長が交代します。武田虎千代が生徒会長を退き、水月風子を後任に指名しました。そのセレモニーを行うので、転校生さんにも協力していただきたく思います。ええ、会長の補佐を行ってきた私の最後の仕事ですね。もともと卒業しているにもかかわらず続けていたのが異例のことだったのです。グリモワの制度が変わったといっても、やはり生徒会は学園生の組織、すでに執行部管轄にある会長が続けるのは好ましくありませんから。寂しいですよ。生徒会のメンバーが変わるなど考えてもいませんでした。私が副会長を続けるかどうかは新会長の意思によるのですが、もし指名されたとしても私自身が続けられないかもしれません。虎千代に心酔といえば響きは良いですが、結局のところ私は彼女に依存していただけなのかもしれませんね。今日のところはこれで、また連絡します。こんにちは。来てくれたのですね。いえ、あなたとこの間お話をしてからどうにも気分が優れないのです。思っていたことを言葉にしてから体が引きずられたようですね。市場を公務に持ち込むなどあってはならないことだというのに、会長への依存というのは自分で考えていたより深かったようですね。ええ、会長にも諭されました。このままでは私がダメになると。卒業するまでに克服しなければ会長の国づくりには参加させてもらえないと。え、会長はまだ国づくりを考えています。むしろこれからが本番です。ですから私も自分を奮起させなければいけません。水月会長が私の続投を希望しています。それに応えるためのやる気を、そのためにはあなたが必要なのです。前のような腹黒い誘惑だと思いますか。それなら私は狼少年のようになってしまったということですね。では信じていただけるかは別として、あなたに本心を伝えしておきましょう。あなたが必要です。生徒会だけでなく私にとって、水月会長を支え、学園を支え、将来虎千代を支えるためにあなたに隣にいてほしいのです。どうですか。